みんな、ちょっとよく考えてみて。ちょっとマジで。ジャイアンツがめちゃくちゃ調子いいけども、実際誰のおかげやと思う？てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はちょっとですね、まあ一人に絞る必要は別にないんだけども、ちょっと、ジャイアンツが今なんで好調なのか、あえて一人挙げるとするならばというところでお話しさせていただこうかなというふうに思ってます。僕はですね、正直結論から言うと、岡本和真選手一択なんですね。まあそれはね、これからお話しさせていただこうと思うんですけども、まあ皆さんいろいろあると思います。例えばですけども、今年一番に入ってね、丸さんがめちゃくちゃブレイクというかね、めちゃくちゃ打ってくれてますと。もう間違いなく、でかいですよね。で、2番に入ってる吉川選手もね、いいつなぎやってくれてますよ。いい守備ありますと。で、3番のヘルナンデス選手ね、途中から入ってきましたけども、めちゃくちゃ打ってくれましたと。でかいよね。どう考えてもでかいよね。で、例えば5番の大城さんとかもね、まあ、2軍で放牧ありましたけども、上がってきてからはね、非常に打撃の状態もいいというところで頑張ってくれてると。で、モンテスもね、獲得しましたし、モンテスもね、まあ、ここ数試合ですけども、めちゃくちゃ活躍してくれてますと。で、まあ、岸田選手もね、去年までね、そこまで試合に出ることがなかったけども、今年に関しては、まあ、正捕手ぐらいの扱いでね、使ってもらってるというところ。まあ、ピッチャー陣もね、まあ、菅野さんもね、すごく勝ってるし、いっぱい、貢献してくれてると。東郷選手もね、いっぱい、もうみんなそうですけども、ちょっと一回冷静になってみて。岡本選手が、ユーティリティというか、いろんな守備位置を守ってくれないというかね、守れなかったとしたら、どうなる？みんな考えたことある？俺、こないだ動画で、まあその、後半戦ね、丸さんと戸郷投手がね、まあ鍵になるよっていうお話をさせてもらったんだけど、間違いなくそれはそうなんだよ。間違いなくそれはそうなんだけど、もう一回考えてみたいよね。一体、この調子というか、ま、いろいろオーダー変えたりとか、してるけども、誰が起点となってるのというか、誰のおかげでこんだけ柔軟なオーダー組めてるのっていう話になると、間違いなくカズマが、岡本選手が、こんだけいろんなポジションを守れるからだと思うんですよ。ちょっと一回考えていきましょうか。じゃあね、僕の言ってることをね、ちょっと皆さんにお伝えしたいんで、ちょっとお話していきますけども、まず、今年初め、岡本選手って、ファーストって言われてたじゃないですか。ファーストね。で、もし、ファーストのままずっと起用され続けてたとしたら、もしかしたら、大城さんがキャッチャーに行ってた可能性、ずっとね、入ってた可能性もあるし、岸田選手がね、こんだけ試合に出ることもなかったと思うんですよね。で、サード坂本さんですよね。レギュラー格闘ね。で、ショート、門脇選手でしょ。で、坂本選手が調子良くなかったじゃないですか。調子悪かったじゃないですか。で、それで、カズマをね、ファーストからサードにやったじゃないですか。はじめこう、ファーストで固定というか、ファーストでレギュラーって言われた選手をサードにしたじゃないですか。そのことによってファーストが空いたんで、そこにね、大城さんをね、埋めることができたじゃないですか。もう、たらればというか、ちょっとこれは極端かもしれないけど、岡本選手が例えば、ファーストしか守れない選手。まあ、前で言ったら、中田翔選手みたいな感じのタイプの選手だったとしたら、大城さんをファーストにやることはできないじゃないですか。ずーっと、例えばファースト、岡本和真、じゃないですか。だけども、和真がサードファーストを守れるから、守備が上手いから、そういう、例えば、先ほど言ったように、坂本さんが調子悪くなって、サードにカズマやって、空いたファーストに大城さんをやって、で、キャッチャーには新しく岸田を据えて、みたいな感じでできるわけですよ。わかるでしょ？この凄さがわかるかな？バッターというか、チームの4番打者、圧倒的な4番打者が、このユーティリティ性があるっていうのが、どんだけすごいことかっていうの。ちょっとまだみんなわかってないようなんで、もう一個説明すると、ここ最近、岡本選手、レフト守るときあるじゃないですか。
ランナーは正直化け物なんですね。うん。まだサードファーストだったら、まだわかるんですよ。うん。まあ、サード守ってた選手がファーストだったらまだあるんですよ。まあ逆はないですけどね。ファースト守ってた選手がサードに行くっていうのは正直ないですけども、サード守ってた選手がファーストに行くっていうのはまだあるんですよ。まあ、その2ポジションならまだ考えられるんですけど、それにプラスしてレフトというオプションがある。これは、ちょっともうほんまにおったまげるというか、すごい正直。で、最近レフト岡本和真にして、で、サード、まあ、モンテスでやったりとか、まあ、ちょっと前、ショート、モンテスになりましたけども、で、サード、坂本さん、で、ファースト、大城さん、で、キャッチャー、岸田、セカンド、吉川。これ、えぐいって、普通に。サード、ファースト、どっちも守れるだけでも、すごいのに、それに加えて、レフト守ると。で、これ、もし、岡本選手が、そのオプションがなかったとしたら、モンテス獲得しても、サード、坂本さんなのか、モンテスなのか、っていうところで、結構きついと思うんですね。で、どちらの状態も上がってきたときに、結構きつかったりするじゃないですか。だけども、岡本選手をレフトにやることができるから、安心して、サード、例えば坂本、ショート、モンテスとかね、いうふうにできるし、だから結局、まあ、先ほど言ったけど、まあ、その、丸さんとか、まあ、みんなね、ヘルナンデスもそうだし、みんなそう、ピッチャーもそうだけども、みんなすごいよ。めっちゃいい形で活躍してくれてるけども、でもその、打のところというか、攻撃のところで言ったら、こんだけバリエーション多くというか、まあ、いわゆる、まあ、もともとね、全然点が入らなくて、まあ、バント攻撃とかしてたわけじゃないですか。だけども、ここ最近ね、ヒットが出るようになって、まあ、点もね、ある程度入るようになってっていうところは、どう考えても岡本選手が、こんだけユーティリティというか、いろいろ守ることができるんで、調子のいい選手を、とりあえず打線に組み込むことができると思うんですね。普通だったらできないんですよね。だって考えてみてください。だって、チームの4番バッターが、こんだけ守れる球団ありますか？どこの球団見渡しても。例えば、阪神見渡しても、まあ、阪神とかって、まあ、大山選手とか、佐藤輝明選手とか、守ることはありますけども、大体固定されてるでしょ。で、まあ、広島はちょっとね、あれですけども、DNA だとそうで、牧選手ね、セカンド専門じゃないですか。うん。もしかしたらサードとかも守れるかもしれないけども、でもまあ、セカンドじゃないですか。うん。やし、基本的に4番バッターで多分ね、僕の調べが甘かったらちょっと申し訳ないんですけども、4番バッター、チームのもう顔というか、この球団の4番バッターはこの選手だよねっていう風に認識があるような選手で、こんだけ複数ポジション、ましてやこの内野と外野を守ってる選手って多分岡本選手以外に誰一人いないと思うんですね。で、なんかそれって、なんか、あんまり評価されてないと思うんですけど、今のジャイアンツの現状、調子ね、打のところで、攻撃のところで上がってきてますけども、間違いなく岡本選手のおかげだと思うんですね。うん。うん。まあみんな、調子が上がってきたっていうのもあるんだけども、じゃあそもそも調子が上がってきてても、ポジションが被ってしまったら、その選手出すことができないから、そもそもね。だけども岡本選手が柔軟にこんだけこう動いてくれてるから、こういうね、調子のいい人たちを打線に組み込むことができるんだと思うんですね。で、守備とか見てても、まあそのファースト見てても、サード見てても、やっぱりある程度やりますと。うん。たまにちょっとこうファンブルとか、慌てたようなところもあるけども、でもよくやってくれてますと。で、レフトに関しても、この間ね、クッションボールをうまく対応して、セカンドで一人で、ね、投げてアウトにしましたと。ああいうプレーがね、普通にさらっとできてるっていう、この岡本選手の器用さもそうだし、まあバッティングもそうだけども、この価値っていうのは本当にもっとみんな分かった方がいいと思うし、本当にね、まあたまにね、YouTube のコメント欄とか、まあいろんなこうメディアとか見てて、それについて、まあ評価してる人もいるんだけども、もっと評価されるべきだよね。なんかバッティングとか、そのピッチャーだったら、その防御率とか、みたいな勝ち星みたいなところにみんな引っ張られすぎやけど、結局こんだけ守れて、まあ今のメジャーとかでもそうじゃないですか。いろいろ結構ユーティリティな選手多いじゃないですか。あ、こんだけ打つのに、ここ守れんのみたいな。まだこんな 2ポジション、3ポジション守れんのみたいな選手多いじゃないですか。だから、
そういった意味でも、僕、岡本選手は僕は本当に悲しいんだけど、行ってほしくないんだけど、僕はメジャーに行くべきだと思うし、それぐらいの僕は選手になっていくとか、なれる素材があると思ってるし、まあね、その後、岡本選手が行った後、誰が4番務めるのとか、まあいろんな問題はあるんだけども、でも、まあ岡本選手は僕は、まあそういった意味でも、ポジションをいろんなとこ守れるという意味でも、日本に留まる選手ではないなっていうふうに思うので、今年のオフなのか、来年のオフなのかはちょっとわからないけども、まあ、数年以内には、ね、絶対行くと思うので、行くんだったら、早めに行った方が、岡本選手のためになるかな、というふうに思うので、まあ、あんまりね、巨人のことを考えるっていうのももちろん大事だけども、自分の人生を全うするというか、悔いのないようにやるっていうのも、僕はそっちの方が僕は大事かなっていうふうに、個人的には思うので、うん。はい。まあ、そんな感じで何を伝えたかったのかというと、まあ、岡本選手がこんだけ守れるっていうところは、もうめちゃくちゃすごいよっていうのをみんなに分かってもらいたくて、この動画を撮りました。はい。そんな感じでね、みんなね、岡本選手がそんだけ守れるっていうことを当たり前だと思ってはダメですね。うん。ダメですし、ね。ここ最近、状態も上がってきてますからね。大城さんも後ろに控えてるし、この間だったらモンテスがね、5番に入って、これだけ打ってくれるんで、岡本選手の状態もね、上がってくるっていうところはあるかなというふうに思いますんで、これからもね、今日からですね、阪神との3連戦というところで、ここ勝ち越せば、非常に一歩抜け出すというところね、優勝が見えてきたんじゃないかって、優勝という二文字をね、出していっていいんじゃないかっていうね、状態に入ってくるかなというふうに思うので、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルもそうですし、巨人をよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日はあときます。いつもあときます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はあときます。じゃあ、バイバイ。